はい、皆さんこんにちは。ワンダレギュビシです。では This is a Police 86日目、プレイをしていきたいと思います。クリストワーサンドアイスアリーナでスターリンのそっくり参照を開催。まあ、サンドは表向きは実業家みたいなね、そんな感じですもんね。市が刑務所の資金削減決定。最後はブラディシャツ5、撮影中にスタントマン死亡で、もらうものは夏でも小袖。市長者、マフィア、警察署、3つともね、いや、やってやるぜみたいな雰囲気になってる。この意味がよくわからないんですよね、本当に。毎回毎回何なんでしょうね。ちなみに攻略サイト的なものは一切見てないので全然わからないんですよね。じゃあ今日も元気に出勤していきましょう。で、リクエスト結果が来てるね。まあどうせ。お、刑事を一人多く雇えるようになっただと？ありがたいな。じゃあここは、マダム、テレザ・ウィーバーを雇いましょう。刑事ね。これをシフトどっちに追加するかだよな。まあシフト、今が B で4人警官がいるんで、シフト A の方に追加しましょうか。んで、給料アップ、まあ、97ドルか、なんか全然嬉しくないよな。で、ミニマートの方はというと、酒に酔った3人の女が、終夜営業の店に入り、ダイエットコーラを手に取った。店主が奥の部屋に行ってしまうと、カウンターに侵入してショットガンを奪い、店主に襲いかかった。2階に住む妻が警察に通報。どういう状況でいきなりこの3人の女がショットガンを奪う状況になったんでしょうね。まあ、いずれにしてもかなり危険な任務なんで、ここはプラドに犬のウッタード、この2人を派遣しましょう。んで、警官ですね。警官はシフト B の方に1人追加したいな。ここはクロエちゃんを入れますか。じゃあクロエちゃん、ちょっと顔がね、ヌベーっとはしてますけど、クロエちゃんを首都 B に入れましょう。首都 B は今勤務しているチームですね。で、スワットチームがアップグレードしたんで、1日に4回出勤にしましょう。出動できるにしましょう。これ4回できるとかなりありがたいですね。じゃあ、銃を撃った金は職員とシェアして、これで一段落かな。ちなみに警察署に行って、副署長ですね。副署長のところに行って、職員に訓練を受けさせようということで、誰かに行ってもらおうかな。ここは、じゃあ、パワーズに行ってもらいます？いや、アンダーウッドだな、アンダーウッド。アンダーウッドにしっかり、能力アップをしてきてもらいましょう。で、バーベキューは、まあいいかな。よし、これでいいかな。とりあえずこれでいきましょう。んで、ゲット地区、新人物ですね。ブラックハンサムという理髪店から通報。フードをかぶってサングラスをかけた男が来店したのだが、髪型を変えて誰だかわからないくらい別人に変身したいと言ってきた。理髪師のエメット・ブレックスはこの男が何らかの理由で警察から逃げているのではないかと疑っている。金髪にしてもいいと言ってるんだ。絶対に怪しい。これはね、ガセネタですね。確実に。自由ですよ、それこそ。髪型をどうしようが。で、刑事に相談か。これ、引退時の経験豊かな刑事に捜査を手伝ってもらおう。料金はリーズナブルだって言われてるけどな。決してリーズナブルじゃないよね、5万って。50万円ですからね。いや、違う違う、500万。本当に？ 5 万 US ドルだと、日本円にすると500万か。いや、全くだな。で、ミニマートの方ですね。おお、ショットガン構えてるね。その女たちは酒の飲み、食べ物を店に投げ散らかして遊んでいる。警察の姿に気づくと、一人がショットガンを手にして発砲した。なるほど。正面の入り口から店内に突入するか、犯人たちの銃弾が投げ回るなくなるまで待機するか、店の裏側に回るか。店の裏側に回りましょう。もう犬のウッタードもしっかり仕事してるね。ゲット地区での発砲事件。
カルメロ公安は彼の42歳の母親と交際中の23歳の男と喧嘩している。それを見た隣人が路上でずっと怒鳴り合って揉めていると警察に通報。それから突然静かになったと思うと息子が銃を取り出し相手に発砲。母親は足を打たれ、交際相手は少なくとも3発の銃弾を腹部に打ち込まれた。これ死ぬな、3発持ち込まれたら。確実にね。このアンダーウッドのこれ何？なんかマークついてるけど、アンダーウッドのところになんかついてるな。何なんだろう、すげえ気になるけど、もうとりあえずプロクターとアンダーウッド、この2人を出しましょう。スワット出してもいいかなって感じもするけどね。だって腹に3発も銃弾を浴びせられたってことは、母親の分と合わせて少なくとも4発発砲してるわけですよね。さあ、その男は結婚記念日に妻を驚かせようとしていただけだったって、これ理髪店で変身願望を持った男の話ですね。では誘拐事件、幼稚園です。アレフティナ・ワシリエヴァが幼稚園に乱入し、自分の息子を掴んで走り去ろうとしたと幼稚園教諭のカロリーナ・カンガニムから通報。幼稚園はアレフディナが離婚して親権を失ったことを把握していたため、出口に向かって逃げようとしたところを警備員が阻止。現在彼女は部屋に立てこもり、自分の息子を幼稚園から解放するよう要求。まあ、ここはね、女性ミルサップに、スペインミルサップもだいぶ長いこと勤めてくれてますからね。で、ゲットー地区での、発砲事件ですね。ここはじゃあゴーティーを追加で送り込みましょう。もうすぐ20万ドルってところですね。で、児童虐待事件が起きていますね。身体障害のある年配女性が窓の外を眺めていると、母親が若い息子の顔を殴りつけ、ゴムプールで水死させようとしているところを目撃。早く来て、誰かあの子を助けてあげてと震えた声、怯えた声で女性は叫んだ。これなんか誤報の匂いがするな。若いウォエットレスから指名隊中の逃亡者がレストランに入ってきたと通報。その男の名前も何をしたのかも忘れたけど、すごく近現な人物だとテレビで言っていた。なんか両方とも風ネタっぽいな。いや、これはね、どっち、先にこっち片付けますか。子供や管理人たちがドア付近に押し寄せている。これはあれですね、親権を失った母親が幼稚園に行って自分の息子を連れ去ろうとした話ですね。別の入り口を探して部屋に入るか、今すぐ全員ドアから離れてくれというか、ほら通りにサンタクロースがいるぞというか、別の入り口を探して部屋に入るが一番いいかな。ドアの息子で子供が叫んでいる、そしてパパに会いたいとつぶやいた。何者かが窓を開けようとしている音がする。人懐っこい子供を送り込んで交渉に当たってもらう。ドアをノックする。警察はドアを開けてくれ。これ以上事態を悪化させるのはやめないかと。これ一番下が一番良さそうですよね。よし、問題は発砲事件の方は型がついてすぐ戻ってきてほしいんだけど、あと11秒、しょうがない、児童虐待の方を先に出しますか。一人で行ってくれたらいいんだけど、行かないよね。まあ、じゃあここが打った後に行ってもらえますか。で、あと10秒以内に人が戻ってこれればいいんだけど、アティカスタワーの方からも来てるね。57秒か。これはどうでもいいというか、まあたんまり時間があるんで、このレストランの方が出せなかったね。まあしょうがないな。おお、よかった。誤報ですね。その男はマニエル・トラブランカというラテンアメリカ人のメロドラマ俳優だった。ウェイトレスはトレブランカ氏の番組宣伝を目にして警察が公表した指名手配犯と混同したと。よかったよかった、何はともあれよかったですね。で、アティスカコーポレーションですね、ボイド首相、アティスカタワーの横にある公園は無事に取り壊すことができました。しかしまた問題が発生しています。作業を開始して以来、何者かが夜中に現場に忍び込み建設材料を盗んでいるようなのです。警備員たちが金を渡され口封じされているのかもしれません。あなたの部下を数人派遣して現場を見張らせ、怪しい人物を捕まえてくれませんか。ただしそいつは私に引き渡してほしい。私なりの方法で罰を与えたいと。なるほど、じゃあここはミルサップ、ゴーティエ、スペイン、アンダウト、この
4人を出しましょう。それでもまだ2人余裕があるんで、殺人未遂のデザイア公園。慌てふためいた声で緊急通報。公園でシルクハットをかぶった男が若い女性をノコギリで切断しようとしているらしい。この怪物は本気だぞ。本当に女の人を殺してしまう。見物に来た狂った群衆たちに歌い始めた。まるで生贄を捧げているかのようだ。頼む、早く警官を起こしてくれ。じゃあここはパワーズのプロクターですね。護送車も出しますか。おっと、一人じゃ行かないけ。じゃあもう一人持つのを持ちましょう。児童虐待の方は片付いたんですぐ戻ってきてほしいですね。でマフィアからの依頼の方は、今日の23時にルシワリザードナイトクラブでちょっとした用事がある。札の邪魔が入らないようにしておくれということで、35万円もらえるのか。まあでもここはちょっと市長の顔を立てたいんで出動するつもりではいましょう。デザイア公園の方行けなかったね。アティスカコーポレーションの方は80万円手に入れました。で殺人未遂の方は、ああよかった、これも誤報でしたね。それは有名なマジシャンでるロンツェオ・トレンティーノによって計画されたパフォーマンスだったと。助かりました。じゃあ喧嘩騒ぎですね。シャーベルと金属探知機を持った4人の男が浜辺を歩いていると、何やら高価そうなものを見つけた。彼らは急いで穴を割っていたが、そのうち、罵り合いを疑いの取り分について、口論し始めた。白髪混じりのひげを蓄えた男は仲間に嫌気がさし、その男の頭を金属探知機で殴りつけた。殴られた男は浜辺に乗り込み死んでしまった。残りの3人はまだ激しく口論している。目撃者が警察に通報。死人が出てるのか。じゃあここは犬を含めてパワーズまで生産人を送りましょう。窃盗事件か。ルート22、今行ける警官は1人だけですね。プロクターしかいないんで戻ってくるのを待ちましょう。すぐ戻ってきます。よし、アベラブルになったんでルート22警官を出していきます。パベル・ホルブは昨晩若い女性に金を払い一夜を共にした。朝になってその女と別れるとクローゼットに入れてあった3000ドル相当の宝石がなくなっていることに気がついた。ホルブ氏はその女がたびたび現れる現場を警察に伝えることにした。これね、僕は会ったことないですけど怖いですよね。特に自分の部屋とか自分のホテルにね、一夜の女性を連れ込むっていうのはね、なんか物がなくなる、お金がなくなるっていう話はツイッターとかではねよく見かけますけどね。じゃあここは警官、女性1人男1人、このコンビでいきましょう。プロクターにアンダーウッド。アンダーウッドの左上についてるマーク、これが何なのかすごく気になるんですけどね。大規模な喧嘩騒ぎということで、ルシュアリザートナイトクラブ、これですね。これはサンドからの依頼の事件なんですが、ここはちょっと様子を見ましょう。でプロクターの方、浜辺での金属探知機で殴りつけて死者が出た事件の方は犯人を逮捕。じゃあここは警官を出しましょう。なぜかというと市長の顔を立てたい、警官を減らされたくない、もうその一心ですね。完全にそれ以外の何者でもないんですが、まあ、なんといってもね、警官の数がないと事件が回せないですよね。今でも結構この警官の人数で結構ギリな感じで回してるんで、警官が1人2人減らされるとかなりきついですよね。宝石はマフィアに売却を依頼して、おついに20万ドルまで来たか。50万ドルまでまだね、倍以上貯めなきゃいけないですけど、180日間なんでまだ半分は来てないけど、もうすぐ半分かなって感じですね。さあではサンドが介入してくるなといった事件の方ですが、群衆がダンスフロアで叫び声を上げ、向かいを這い回って立ち上がることができない。ステージ上ではミュージシャンが暴力的なファンと喧嘩をしている。押しつぶされないうちに立ち上がれない観客を助けるか、警棒を振って道を開けるか、コンサートは終わった帰宅しろというか、まあ、ここはもうこんなことになってるんだったらコンサート中止させましょう。でボーカルがマイクに向かって、警察なんかクソくらい、豚野郎がと叫び始めた。観客たちが警察に押し寄せている。クラブから一時的に逃げ出すか、群衆を沈めるためにボーカルの隣にあるスピーカーを打つか、
テーザー銃を取り出し防御体制を取るか。まあ、ここはスピーカーを、いやー、ちょっとまずかったかな。まあいいか、結果オーライだな。サンドからは失望だと言ってきましたね。さあ、では今日の勤務終わりましょう。いやー、かなりハードな一日でしたね、今日も。はい、というわけで86日目をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は87日目続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。